最近職場を転勤して不測の事態や不測の字が間違ってるなトラブルに自分の仕事が思うように進まずダウン気味です。もうダウンしてるやつばっかりだな本当。明日から頑張れる一言が元気出るお話をしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。だってそんなお前地球の上の日本の中のどっかの会社の一つの現場のちっちゃい出来事でダウンとかしてたらもうさもうもったいないよ。もったいないよ。そんなへぼっちいこと言ってんじゃねえよ。本当にさ、自然の脅威もさほどない。安全もそんなに脅かされることもない。不法行為に蹂躙されるようなこともあまりない。どんなことも仕事になる。会社も山ほどある。給料も普通にもらえる。飯もいつでも食える。飲み物がどこでも手に入る。教育は義務だって言われるぐらい中学まで当たり前のように教育受けられる。文字が読める、書ける、コミュニケーション取れる、外国語わかるみたいなさ、そんな豊かな国に生まれてさ、仕事がちょっとうまくいかねえぐらいでダウン気味ってお前どうしてんだよお前。へぼっちいこと言ってんじゃねえよお前。本当に。どんだけハッピーなんだよ。インドネシアとかもう見てみないよニュース。もうとんでもない数コロナでさ命をなくしてさ入院って言ってもほんと廊下にベッドみたいのに横たわってるだけでさ本当に治療なんかほってきてないような感じでさそりゃ何もなくなりになるよっていう。日本なんかそんなことないだろ。綺麗な部屋で治療を受けてほとんど殺菌消毒されたね、全ての完璧な状態で治療を受けられるみたいなさ、そんな国まあないよ。こう日本でダウンしてる暇なんかないぜ、おい。どうしちゃった日本の皆さん。どうしてそんなに元気ないんだ。どうしてそんなにうまくいってないって自分で思っちゃうんだい。こんなにハッピーな国に生まれて。